はい、では始めていきたいと思います。ビッグアイか。ビッグアイ狙います。狙ってましたね。前回もね。ちょっとね、シールド忘れした理由は ドラクエつけながら編集を一回挟んだっていうのがでかいですね。もうね、こまめにやらないと編集が辛くなってきましたね。カウントが、エンカウントがね、大変です。ビッグアイは確か32分の1だったと思うので、まあ、どうでしょう。なんとも言えない。40秒に1回出てくれないと厳しいんですかね。30秒に1回がいいんだけど。てか出てくれればいいのに。出てくれればいいのに。まあまあ。ビッグアイが仲間になったらちょうど半分ですね。まあ、簡単なモンスターばっかりなんで、数字は半分ですけど、まあ、どうだろうな。30分の1ぐらいじゃないですかね。30分の1が終わったと言ってもいいぐらいの状況でしょう。多分。100から200はいくと思ってるんで。パート。後半になったらもうあれか。パート10やっても1匹仲間になるか、ならないか。ならないことも多いと。22回、32回。耐えられんのかな。自分も含めみんな耐えられるのかな。大丈夫かな。ここ倒したら、どうしようかな。まあ、時間があまり次第かな。狙う場所。出ないな。出てほしいですけどね。下行こう。下の方がいいや。RPG 普通にプレイしたいな。ドラクエとか、ファイナルファンタジーは、ちょっとやめ、他のものに余裕がないからやってないだけだけど。あ、来た。おー、すげえ。ちょっと、これはラッキーじゃん。これはラッキーじゃないですか。もっとかかると思ってた。いやー、ラッキー。
全く予想してなかった。近いとこ行こう。出るよね、合ってるよね。この辺で合ってるよね。あ、合ってるっぽいな。このモンスターが出るってこと合ってるな。いやー、出ると思わなかったな。出た、パペットマン。こいつも確か32分の1なはずです。予想しなかったな。こいつは予想しなかったな。確率より低かったモンスターってなんだろう。スライム？スライムゴーレムぐらい。スライムゴーレムぐらいかな。ドラゴンマットは早いって感じはしなかったしな。ドラキーもまあまあ、まあまあまあ、かな。クックルもそんなに速い感じはしなかったし、踊る宝石もまあ普通、まあ普通にちょっと、基本ちょっと早めって感じだけど。明らかに運がいいのはこれで2つ目ですかね。パート7の爆弾岩と、これ。ここも一気に行ってほしいな。いや、踊り子の服落とす方が珍しいでしょ。初めて落としたよ。普通にプレイしてたらここでパペットマンが仲間になるってまあまあない、あんまりないんですよね。ここちょろっとよ、ちょろっと通りかかるぐらいなもんなんで、通りかかるっていうかアイテムを取りにちょっとこの辺、この台地になってるとこ通ってくるっていうぐらいなもんなんで、あんまりパペットマンが出るエリアでそんなに狩りをしないっていうのがあるので、一回かな、一回だけかな、仲間になったことあるの。何回かドラクエ5やってきて一回しかなやってない気が。ここで終了ですかね。あんまり出が良くないので、まあちょっとね、出たら本当にラッキーだけど、なんかリアルの運を使っているみたいで嫌だな。あんまりないの。
4回5回ぐらい。うん、まあ32分の1でしょうから。パート14の後半で仲間になるのが平均って感じですか。6回ぐらい。クリアしたらどうしましょうね。6、いやー6をやる、いやー6で同じ、いや怖いな。あーでも6ってどうなんだろうな。こっちよりあんまりモンスターの種類が多くないか、多くなかったと思うんで。でもデータないな、データ作らなきゃ。いやその前にやるか決めてない、やるか決めてないよ、やろうと思ってないよまだ。早っ、びっくりした。ちょっと待って、運が良すぎる。おかしい、何かがおかしい、何かがおかしいぞ。ダンスニードル狙います。いやどうしたの、言うまでもなく一発撮りしてますし、撮り直しもしてないですし、撮り直しもしてないですしね。いや、どうしたんだろう。ちょっと、何も、後ろめたいことは何もしてないです。これでダンスリンニードルまで来たらちょっと怖いよ。でダンスニードルゲットしたらあとはマラス団の方のやつと、あとエリミネーター、キングスライム、ベホマスライム、腐った死体、ファグレメタル、ネーレウス、メガサルロック、あと何だっけ。あと何だっけな、あ、アームライオン、ソルジャーブルー、
結構いるんだよ。もう覚えてないんだよな。キングスライム言ったでしょ。あと何いるかな。もういないかな。しておりカットというかちょっと離れておりましたので仕切り直してるので、仕切り直しすぎて夜中になってます。一旦離れて、でその後ご飯食べて、あんま寝てなかったんで眠くなって寝て、でパッと起きたら夜中になってて、じゃあ寝る前に一狩り行くかと、まあ3、2、3分ですかね、3分やって、ほんでもう一回撮ってっていう感じでいきますかね。まあ見てる方からすればそんなに関係のない話ではあるんですけどね。ダンスニードルですね。ね。一応確認しよう。何撮ったんだっけ？ビッグアイと、あ、パペットマンか。どうしようかな。イエティ最初に倒さないと。なあ、デリケートね。これはこれでいいのって、ギガでいいか。お、そう。うわぁ、キリがいいなぁ。いや、このパート最高ですわ。はい。やらせじゃないかっていうぐらい、ちょっとうまくいきすぎなので、ちゃんと言ってきます。やり直しもしてないです。全くやらせじゃないです。今回は。本当にです。今回もですよ。ずっとですよ。最近時間ないからね、もう、もうね、そういう不正的なことに考えが浮かぶような余裕がない。はい、ということで、ちょっとうまくいきすぎてるな、今回は。はい、では、ご視聴ありがとうございました。